はい、皆さんこんこにちは渡辺です、えー、本日はですね、線形写像を行列で表す、まあ、いわゆる表現行列というものについてお話をしたいと思います。えっと、以下、今までと同様ですね、K は R もしくは、あすみません、ここ C ですね、Q と書いています、C としましょうで。目標は線形空間 V と KN を同一することにより、線形写像を行列を用いて表すというわけです。 でえっとまあ、そういうことをしたいんですけれども、早速ですね、プロポジション557から始めましょう。線形写像 F というのを、KN から KM。 の線形像とします、まあ、Kn とか Km って今まで書いてませんでしたが、これは Rn とか Rm と思ってもらうか、もしくは Cn から Cm の線形写像というふうに思ってください。で、その時に、この線形写像 F というのに対して、Ra という m×n 行列が存在して、fx イコール ax という、まあ、そういう形で書けますよというわけです。えっと、過去にですね、えー あるこの行列によって fx イコール ax と表したときにその f が線形写像になるということはすでにやっていてそれはファイ A なんていう形で書いていたと思います。ですがまあ実際にはですね kn から km への線形写像っていうのは全てその形で書けるんだということをこれは主張しています。 でこれなぜかっていうと、これ簡単でですね、えっと、まず、kn の基本ベクトルとして、e、e1 から en を取っていきましょう。これは何だったかっていうと、これは大 i 成分だけ1で、他が0であるような n 項縦ベクトルを ei と書くと。そうすると、e、e1 から en が、k の、えっと、規定になっています。で、その時に、a という、えー、行列をですね、次のように定義します。 各基本ベクトル E1 から EN をそれぞれ F で送ります。そうすると F で飛ばすとどこに行くかというと KM の弦、えー、が定まりますね。ベクトルです。ですから、えー、M 項縦ベクトルが出てくると。で、これ一つ一つがだから M 項縦ベクトル、M 項縦ベクトル、M 項縦ベクトルなんですが、それを N 項横に並べましょうというわけです。そうすると、これ M×N 行列が出てきます。で、えっ、ー、と、この時ですね、 Kn の2のベクトル、x というのを考えましょう。これに対して fx というのを考えると、fx 考えますが、そうするとですね、えっと、この x っていうのはここで、これで与えられているわけですが、これっていうのは、もちろん、えー、この形で書けますね。x1、e、e1、プラス、点点点、プラス、xn、en です。 でこのように書いてあげて、そうすると F の線形性を用いますと、これは x1 とか xn っていうのを外に出すことができます。で、まあ、和も分けることができると。で、じゃあ、これを、えー、どういうふうに記述できるかっていうと、これはこんな形で書けますね。これかける、これっていう形で書くことができます。 注意ですけれども、これ、先ほども言いましたけど、これ一つ一つの FE1 とか FE2 っていうのは、これ、M 項縦ベクトルですから、これ、縦にこれ、M 項縦ベクトルが並んでると。M 項縦ベクトルが横に N 項並んでるという状況ですから、これ、M、M×N 行列です。それと、この N 項縦ベクトルの掛け算として、これは与えられますねというわけです。で、えー、とこの FE1 から FEN を横に並べた、 行列というのは何ですかというと、それがこの a ですから、結局これは ax という形で書けますね。ということで、これ x というのは kn の2のベクトルですから、fx というのはこの ax によってこう書くことができたということで、こういう a を取ることができましたというわけです。ということで、kn から kn への線形写像というのはすべて行列を用いて表すことができるということがまず分かりました。 この話をですね、今日やりたいのは、2のまああの線形空間の間の線形写像に対しても、同様にそいつをです、ね、え行列を用いて表すことができるんだということを証明したい。で、そのためには、えー、線形空間をこの KN とか KM なんかと、まあ、同一視したいというわけです。でじゃあ、どういうふうに同一視しますかっていうと、まあ、線形空間には。 がが入入っっていてていいいスカラーバイト和というのが入っていますでそれを保つような写像というのが線形写像で同一視するっていうことは全単写ですよねつまりだから同型写像を作ってあげればよいというわけですでまず V をですね形状の N 次元線形空間としましょうその時にその次元が N の線形空間というのは全て KN と同型であるということが成り立ちますこれはなぜかっていうんですけれども えー、e というのをですね、e1 から en っていうベクトル、n このベクトルからなるものとして、まあ、これ、v の規定としましょう。なんでもいいので、一つ規定を固定します。で、その時きに、ψe というのを、v から kn への写像で次のように定義します。えー、これ、シグマで書いてますが、これは、x1 倍の e1、プラス、x2 倍の e2、たす、点点点、たす、xn 倍の en と。まあ、そういうものですね。 の v の弦っていうのは、v、E1、e、から En っていうのが、V の規定としてと取れてますから、取っていますから、まあ、全てこういう形で書けています。で、えっと、こいつに対して、X1 から Xn を縦に並べたもの、まあ、これを対応させましょうというわけですね。そうすると、繰り返しになりますけど、E1 から En が V の規定だということから、まず、V の2意の弦はこの形で書けると。 かつ、一時的にこう書けるというわけです。ですから、これに対して、この係数を縦に並べたものを対応することによって、写像が定まります。で、これ、定め方から簡単に分かるように、これはですね、同型写像になるということが分かります。ですので、V と KN が線形空間として同型になると。すなわち、N 次元の線形空間は、KN、まあえー、V の規定を一つ固定してあげると、KN と同型になると。 まあそういうふうに同一視できますよということを言っています。はい、でこの558と先ほどの557を合わせて、えー、線形空間の間の線形写像を、えー、行列で表しましょうというわけですね。はい、だ今、ちょっと繰り返しになりますけど、規定を1つ固定すると、KN と同一視できるというのがまあ1つポイントです。 でえっと、今後のために、まあ、今までも何回も使ってたんですけど、記号をちょっと、あのー、固定しておきましょう。559をご覧ください。A というのを M×N 行列で、ファイ A というのを考えましょう。それは X から、A、X に対して AX と対応させる。こういうような KN から KM への写像をファイ A と書くと。ですからあの、ファイ A と書いた場合には、この A から定まる線形写像を意味することにします。 でさらに、えーと、今さっき、ついさっきやったとおりですね、線形空間 V の規定 E に対して、えー、シグマ、XI、EI に対して、X1 から Xn の縦に並べた、えー、ベクトルを対応させるという写像があります。これが、これによって V と Kn が同一視できるといったわけですが、えー、とその写像を PsiE というふうに書くことにしましょうで。ここでですね、こういうふうに、なんかにょろって書いてるのは、これ同型だという意味で書いています。この写像が同型だということで書いています。 はい、でいよいよです、ね、線形空間の間の線形写像これをです、ね、行列を用いて表しましょうというわけです。はいでえっと、線形空間 VW に対して線形写像 F というのを考えます。でこいつをです、ねえー、何かしらの行列を用いて表せないかということを考えたいわけです。でそこで、えっと、まず V の規定と W の規定を1つずつそれぞれ固定します。V の規定を、e えー、w の規定を E' というふうに置くことにしましょう。で、規定を固定すると、それぞれ V は N 次元、W は、あすみません、これか、同じになっちゃってます、ここ、M ですね。ごめんなさい。M としましょう。これを規定を固定します。でそうすると、えっと、この規定,に規定を一つ固定すると、V と KN。 W と KM をそれぞれ同一することができるという話でした。で同一するというのはどういうふうに同一するかというと、PsiE と PsiE' という写像によって同一することができると。はい。で、えっと、ここもニョロンというふうにこう書いているのは、これ縦の、えー、ここの写像が線形空間の同型を与えているよということで、これ同型写像だということでこう書いています。こちらもそうです。ですから、規定を一つずつそれぞれ。 固定することによって、V を KN、W を KM というふうにまあ見ましょうというわけです。で、そうすると、KN から KM への写像を定めることができます。どういうふうに定めるかというと、まず、KN と V というのは、この ψE というので、えー、同型になっています。ですので、これだから、 Kn から V、こちら側にも線形写像。PsiE インバースというのが、インバースって逆写,、まあ、あの逆写像ですね。それが線形写像になってますから、Kn から V への写像と持ちますね。でその後に、えー、V から W にはまあ F で送るとで。さらに最後、PsiE プライムっていうのは、ここからこっちへの写像です。 今書いた、こう行って、こう行って、こう行くと。この写像、この3つの写像の合成として、KN から KM への写像ができますね。で、この KN から KM への写像なんですが、えー、まず、ここの写像ですね。ちょっと一回戻りましょう。ここの写像は、えっ、ー、と、線形写像ですね。 で、ここの写像も線形写像。ここの写像も線形写像。で、何回か前にやった通り、線形写像と線形写像の合成は、再び線形写像になります。ですから、3回、3つを合成しても、線形写像は線形写像です。ですので、今考えたこの3つですね、今、こう、この3つ、こういって、こういって、こういくっていう3つの線形写像を合成しても、これは線形写像なので、KN から KM へのこれ、 線形写像を得るというわけです。はい。で、ちょっと言い忘れましたが、PsiE を Psi、サイプライムを Psi' とこういうふうに書くことにしましょう。で、えっ、ー、と、今分かったことは、え Psi、ー、で、あここもだからすいません、えっ、ー、と、Psi イ,インバースとしないといけないですね。Psi イ,インバースで、えー、F で送って、そのあプ Psi' で送ると。これは Kn から Km への線形写像です。 そうしますと先ほど言った通り Kn から Km への線形写像はある行列によってファイ A というふうに表されるというわけでした。ですのでここの今考えたここの写像っていうのは行列 A を用いて表現することができますねというわけです。はい、ですからアイデアとしては V とか W の規定を固定することによってそれぞれの線形空間を KN KM やとと同一しますとそうすると、その同一視した先では、えー、行列によって表されるので、まあ、あのそれによって、えー、線形写像を行列の話として扱うことができるというわけです。はい、で、今の記号のもと、行列 A というのが出てきましたけれども、これのことをです、ね、V の規定 E と W の規定 E' に関する表現行列というふうに呼びます。 で、えっと、今の話もう一回やると、ここが F ですね。ここが Psi、えー。こっちが Psi プ,プライム。こっちを結局 φ a に当たるものです。そうすると、今、この φ a っていうのは、こっちに行って、こっちに行って、こっちに行,ちに行く。この三つの写像の合成として定義をしました。で、これ確認すべ。だからこれは、ここで書いておくと、えっと、これというのは、 えー、プサイインバースで送って、F で送って、プサプライム。こういうものですね。そうすると、えー、と簡単に分かることとして、こいつが成り立ちます。これが何を言ってるかっていうと、まず右辺ですね。右辺、こちら。っていうのは、V の弦をプサで送って、ファイ A で送ると。こういうルートを通って、V から KM への写像を考える。もう一つは左辺。 こちらは F で送って Psi プ,プライムで送ると。これだから下のルート、この図の下のルートを通っても上のルートを通っても結局同じことですよということを意味しています。で、これが成り立つことがわかります。で、まあなぜかっていうと、これまあ簡単に分かって、じゃあ例えば p i a p サイとしましょう。そうすると PiA というのは ここで、こういうふうに与えたものでしたね。だって、これはこうい、ごめんなさい。えー、っと、こう言って、こういって、こういくっていうことでしたから。はい。ということは、えー、っと、ファイ A のところはここ、ψ プ,プライム F0 をこうですね。で、そうすると、これっていうのは、書き換えれば、 こことここを先に合成しても一緒です。で、この部分は高等写像になってしまいますね。p s と p s イ,インバースは互いに逆写像になっているわけだから高頭写像になります。ということは、結局これは p s プライムと F との合成であるということで、まあ、この今、こことここが等しいというのがまさにこれですね。はい。で、えっ、ー、と、だからこういう図を書いたときに、このルートもこのルートも一緒だと。 いう場合に、えー、この図式のことを果敢とか果敢図式といって、まあ、こんなふうに書いたりします。はいえというわけでですね、今回は、えっ、ー、と、 線形空間の規定を固定,にする固定することによってそれぞれの線形空間を KN とか KM と同一視するとでそれによって線形写像を行列で表現するという話をしましたで次回の動画でこ,れの,この話をですね、まあ、より深くあの掘り下げていきたいと思います、はい、というわけで、えー、と今日の動画はここまでにしたいと思います